一回止まったのでもう一度やりたいと思います。何するだよ。時間移動しちゃって本当にいいのかな。なんだか焦げ臭い。な、おそ松だ。悠々と食事してるこっち来た。おそ松とおそ松はタイムマシンを飛び出して二人でおそ松を取り囲んだ。カリウドとしての勘からかすぐにおそ松は木に隠れた。後戻りできない。おそ丸から襲ってくる様子はない。おそ松をやっつけ、おそ丸をやっつける方法は焦ってばかりで思いつかない。おそ松は自分の頭を叩いた。そうだ、二人で走り回れば武分身の術になるぞ。忍者には忍術で対抗だ。術にかかっておそ丸が目を回した隙に手裏剣を投げつければいいんだ。おそ松は手裏剣を腰に挟んでいた。おそ松、おそ松が目で合図したのか分かったのか、おそ松は手裏剣を取り出している。おそ松一本五千の分身。おそ松が隙を見て手裏剣を投げつけ、おそ豆の着物を縫い止めた。二人はおそ豆に飛びかかった。うわあ、ドバコブルツクスポッケンバック。おそ丸をおそ松の持っていた狩猟用の釣りで踏んじばり、猿靴を運ばした。入れ歯を手に入れられたかな。じゃあね、ありがとう。で、おそ松はおそ松にバイバイしたけど、これでやっと褒美がもらえるぞ。よかった。で、ちなみにここで、欲にかまけ、江戸時代へやっと戻れるぞ。ギュッギュッ、タイムアップだぜ。我こそ時間大王だぞ。おそ松め、タイムマシンの航行で時間に歪みを作りおった。今に見るがよいぞ。タイムマシンの中だよ。で、今幸福の入れ歯ゲットしましたけれども、これで欲に目がくらんでこちらに行くとゲームオーバーです。金貸しの一番がわしを取ってくれてるの。これでなんとか飯が食っていけるわ。これからイヤミの借金の取り立てに参るのじゃ。相変わらず借金地獄じゃのわ。おでん、おととこ姫にプレゼントしに行くところで邪魔するんじゃねえ。てやんでてもこちくしょう、邪魔見ろってんだ。てやんでバローちくしょい、てやんでバローちくしょい。洞窟の目を見たおそ丸の目が潤んでる。なんだだろう。染まる。ちょっと休んでいこう。黒子のやれやれございます。ずっと止まるならパスワードが取れるよ。止まる。お休みになる部屋はこちらでございます。
どうぞ。どうとかじゃね、夢でも見てゆっくりやぞーった。おにゃほにゃー。なあ、よくなった。半分ぐらい回復してくれます。見に行ったけれども何もなってないよ。いやね、だんだん借金地獄に陥ってるみたいだな。見るたびにボロチくなってるくようだけど。芝かな。お元気で何もあげないだぜ。おそ松はおそ丸を闇の前に突き出した。幸福の入り場を取り戻したいなんですか。おそ松は幸福の入れ歯を闇に見せた。うん、色といつやといい、なんだかおかしいだぜ。へえ、こいつは偽物だぜ。騙しただぜね。なあ、怒り狂った闇は二人に殴りかかってきた。おそまれも逃げたと、その拍子にサルグツガとツルが外れてしまった。あ、苦しかった。ねえ、僕おそまれなんかじゃないよ。おそまつん、くっしょ、また騙された。何してるだぜ。とんとの幸福の入れ歯を取り戻してくれだぜ。ひぃー、うといてきたじゃんぜ。今度は弱点を見つけて絶対に捕まえてやるからな。あ、そうだ、大王棟梁なら知ってるはずだ。というわけで、もしこれをこっちに持っていったら完全に詐欺で逮捕されます。ん、どうしたさ、お腹が痛いのですか。なんだ、本当はお腹が減ってるんだろう。こういうイベントもあります。で、ただいまバーゲン中だよ。ライフ文字がもらえるよ。でも引き当てなきゃならないんですよね。このご飯粒みたいなのが大福文字です。大福持ちあげるで。ゲームふてえやつやな。おととい来な。はい、大福持ち。いやー、照れちゃうよ。体力全開。大王屋敷だよ。迷路が破られたための工事だ。通行止めになってる。今工事中で立ち入り禁止だよ。どうしよう。おそまるについて聞きたいんだけど。まさかおそまる一味。違います、僕はおそまってこっちがおそまってんです。実はしかちかかくかくで。こういうことなら協力はおしまないだよ。そう、おそまるにも弱点はあるだよ。
あいつは昔から分身の術が苦手だったんだよ。そうか、それでおそばの目を回して捕まったんだ。変装のせいで逃げられちゃったけど、今度はそうはいかないぞ。でも2回目だと見破られるかもしれないし。な、そうだ、他のムツゴたちに協力させて、ムツゴ分身の術だ。土下座しても通れないものは通れないんだよ。まあこの迷路も二度と行くことはないですし。タイムマシーンの中だよ、他のムツゴを連れてこなきゃ。現代、他のムツゴを連れてこなきゃ。ドキャー、タイムアブルぜ。現代戻ってきたぞ。他のムツゴを連れてもう一度原始時代へ行くんだ。デカパン研究所だよ。業者のチビタが来ないので困ってるらず。なんだぞ。他のムツゴを連れてもう一度原始時代へ行くんだ。こんなところでグズグズしてる場合じゃない。どうどこちゃん、遊びましょう。絶好よって言っておきながら、あ、これが時間大王のメニューの見せてやるのあれです。あ、イヤミの電波が小さくなってる。ひー、掛け軸を返すざんす。掛け軸を返すざんす。掛け軸はご先祖が持ってるから安心だよ。でも電波の謎はつかめてないよ。シーン、早く電波の謎を掴んでくるダンス。時間移動の影響なんだ。早くイヤミの電波の原因を見つけないと、イヤミが電波でなくなっちゃう。幸福の入れ歯を見つけ出せたら電波の原因もわかるかもしれない。待っててよ、幸福の入れ歯ちゃん。で、そのガラクタをこっとやれよ。鑑定付きのものしか売らないだよ。おそ松は偽の幸福の入れ歯を見せた。こいつは狼男の牙だよ。これなら高く買ってあげるだよ。偽の入れ歯なんかもういらないや。え、1万円前でありがとうだよ。結構お金が増えます。ちびたの家の前だよ。お電がなくなっちまった。もう食べられねえや。ちびた泣きやみそうになる。おでんがなくなっちまって、もう食べられねえや。変な人たちが街をうろついてるよ。発出所だよ。時間大王の部下というやつが街をうろついてるらしいんだよ。とはいっても捜査に忙しいんだよね、カオルちゃん。貴様、捜査の邪魔すると撃つぞ。あだ名は豚ゴリラですか。最初はここにお金が落ちてました。おそ松の家の今だよ。他のムツゴを連れてもう一度原始時代へ行くんだ。せがりつい
たってダメ。どう？こいつに捕まると1ダメージ食らいます。おそ松、時間を狂わせたバスだ。時間大王の部下の攻撃。おそ松のタイムトラベルが時間の歪みを呼び、時間大王の部下が町を荒らすことになったのだ。おでん屋がいつの間にかおもちゃ屋になってる。おでん屋じゃ儲からないからおもちゃ屋に変えたんじゃにゃろめ。一つだけにゃろめ。他の息子を連れてもう一度原始団行くな。こんなところでグズグズしてる場合じゃない。おでん屋がいつの間にかおもちゃ屋になってる。買ってくれるんだにゃろめ。3000円だにゃろめ。ラジオコントロールかでにゃろめ。友達が羨ましいからにゃろめ。ラジオコントロールかいなね。友達に羨ましがられるにゃろめ。あ、そうだ、こういう風になるんだ。一回どっかに入って。やくそ、まだそこにいる。おそ松の家の居間だよ。どう？これ厄介なんすよね。グズグズしてる場合じゃない。とーとこちゃん遊びましょう。あのママの攻撃をかわして、たのかちゃんの夢でも見てゆっくり休もうっと。たのかちゃん、ああよくなった。弱い。はたぼうがあれに見えて、はたぼうだじゃん、はたぼうだじゃん。ここにもいた。業者のジビタが来ないので困ってるだろ。時間測定器は持っておいていいだぞ。今次のでっかくなる装置を開発しているところだぞ。こんな忙しいとこにジビタは何をしてるんですか、やらぬものよ。このイベントを発生させないことにはチビタを回復させることができないんだ。おでんがなくなっちまった。
他の息子が全員揃ってる。おそ松、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 どこに行ってたんだよ。ねえ、別に。おそ松をみんなに紹介した。もちろん幸福の入れ歯のことは伏せて。おそ松を助けてやろうよ。おそ松のことなんか知らないよ。そうだ、ラジオコントロールカーならみんなも喜ぶんじゃないかな。なんだ、ラジオコントロールカーをくれるならそう言ってくれよ。もう、おそ松でも何でも任せちゃって。おそ松、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 僕たちは一心同体、水臭いぞ。さあ、原始時代にタイムトラベルだ。おそ松を縛っていた連れで今度逆に縛ってやる。タイムマシンが店員なのでおそ松を残し、おそ松たちは家を飛び出した。で、喧嘩しながら言ってるんだけれども、なぜか元気が減らないというバグに陥ってます。なきゃねえだろうがボケ。キビタの家の前だよ。今度こそおそ丸を逃げられないようにしなくちゃ。やった、デカパン研究所だよ。タイムワープは実質的に時間に歪みを生んでいくだぜ。今度こそおそ丸に逃げられないようにしなくちゃ。ムツゴが乗り込んで店員はいっぱいだった。ムツゴ分子の術ならきっとおそ丸を捕まえられるぞ。原始時代へ行かなくちゃ。今日はタイムワープだぜ。ねえ、原始時代にやってきたぞ。喜んでる場合じゃないよ。6人で手分けしておそ丸を、手分けしておそ丸を探さないと。わかった、さあ行こうぜ。そのままみんな飛び出していってしまった。僕はここで留守番しておくよ。今度は緑色が攻めてきた。ジャクソン、 MFT やつだろ、お届いきな。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。ともうセーブのやり方がこれになりましたんで、これで続きができます。では、失礼します。